A4 橋から、スタテンアイランドのウォーターフロントから見たシューターズ島の、東端ニューヨーク市内の一シューターズ島は、スタテンアイランドの北岸にそうニューアーク湾の南端に、ある43エーカーの無人島。ニューヨーク州とニュージャージー州の境界線が島に、走っており、 島の北端の小部分はニュージャージー州の都市ベイヨンとエリザベスに属し、残りの部分はニューヨーク市のスタテンアイランド区に属している。植民地時代には狩場として用いられた。独立戦争中はジョージ・ワシントンが伝言のドロップオフポイントとして用い、スパイの避難所となっていた。およそ1900年から1910年までタウンゼンド、ダウニーシップビルディングカンパニーという、 大きな造船所の本部があった。あとに第一次世界大戦で、アメリカ政府により使用される名船を設計することになるセオドア・インフェリスはこの会社で働いていた。この頃は、スタンダード・シップ・ビルディング・カンパニーの本社もあった。島全体は鋳造所、原型工場、オフィスを含む建物で占められていた。東に面する大きなドックや船台があった。以前の報告書とは、 対照的に、セオドアルーズベルト大統領はこの産業の島で、狩りは行わなかった。タウンゼンド・ダウニー・カンパニーは、ドイツのビルヘルム2世のためによっとメテオ3号を建造した。1902年2月の浸水には、セオドアルーズベルト大統領やプロイセンのハインリヒ王子を含む、数百人の観客が出席した。大統領の娘であるアリス・ルーズベルトが船に名前を、 つけているエジソンはカメラマンを送り、最初のニュース映画の一つを作らせている。これは、ライブラリー・オブ・コングレスからオンラインで見ることができる。翌日、ダウニー氏とドイツ政府代表のためのレセプションがホワイトハウスで開催された。翌年、三つの高速マストを取り付けたスクーナー、アトランティックが製造場から浸水した。1905年、大西洋を横断し、 カイザーズカップで優勝し、その後約90年間破られなかった方を挙げての横断記録を樹立した。シューターズ島で建造されたもう一つの有名な船にカーネギーがある。これは太平洋の磁気探査に使用する目的でワシントンのカーネギー研究所のための船である。このブリガンティーヨットの名前はダウニー氏の友人で実業家、事前家のアンドリュー・カーネギーにちなんでいる。 時期測定を妨げないように大部分が木材と非磁性金属で作られている。1903年にタイドウォーターオイルカンパニーの支配下に入った。1905年には8つの建造プラントと33エーカーの土地がコロニアルトラストカンパニーにより51万6千ドルで買収された。当時、造船所は200万ドルの価値があった。 20世紀後半は整備されていなかったが、ポートニューアークから来る船の航行を容易にするために、始められていたアメリカ陸軍工兵隊による島の破壊活動を部分的にやめさせるために、潮類保護区に指定された。島と古い橋の腐敗した残骸は、スタテンアイランドと米ンの間の米ン橋から見ることができる。かつて活発だった造船所の遺跡はまだ存在しているが、 毎年減少している。シューターズ島は1970年代初めに、賞金類の鳥、ウ、カモメなどに巣を作ってやる支援を始めた。1995年のピーク時にはこの島にはサギシラサギトキの400の津害、ミミヒメウの127のがいが住んでいた。現在この島は、ニューヨーク市が所有しており、鳥類保護区として、ニューヨーク市公園、レクリエーション部門で、 管理されている。ありがとうございます。